構造図。エメリー1939とはフランスの跳躍地雷である。投入は第二次世界大戦の開始時期である。本地雷は主にドイツ製の S マインに刺激されて開発された。この地雷はフランスの降伏前にごくわずかな数が使われたに止まる。開発計画はフランス軍の公平軍団に所属していたピエール・デラロンド少佐により、 アメリカへ持ち出されて、難を逃れ、アメリカ製の M2 跳躍地雷の設計のベースとなった。これは戦争中に広く投入されたが、大半は効果がなかったと考えられている。M2 跳躍地雷は、S マインをほぼ完全に複製した M16 跳躍地雷に取り替えられた。フランス軍も後に、S マインの複製品であるエメリー1951地雷を生産した。 この地雷は大型の円筒団体に直径 60mm の迫撃砲弾を内蔵している。円筒団体からは高性のチューブが伸び、新管ホルダーにつながっている。新管ホルダーは感圧式の新管を使うか、もしくはトリップワイヤーを用いて新管を引けば作動する。長方形の薄い金属板が地雷本体の半ばに配されており、 指示板となっている。新艦が撃破されると爆発が構成チューブに沿って地雷本体の基部に伝わり0 8ムの黒色火薬を点火させ地雷本体から迫撃砲弾を打ち出す。砲弾内部の加工品は炸裂を遅延させそれから起爆する。この地雷の重量は2 4 9ラム全高は2 0 9トルだった。 金属の指示板は横 10.1cm と縦 16.3cm と計測されている。作薬はメリニットを用い、重量は 141.7g である。地雷に設けられた遅延トリガーにより、地雷は 0.5m から 2m の高さに跳ね上がり、起爆して破片を飛び散らせる。アクシスヒストリフォレムポストバイはシュネク。 ハット AB ルテナントコロネルジョン・イングラムコル、ドルトン・ジョーンズ、テクニカル・インテリジェンス・ブロティンズ8、2003、US アーミー・テクニカル・マニュアル・ TM5 から223、リンマイン・ウォーフェア・エクイプメント、ハット AB ・イタリアンフレンチ・エクスプローシブ、オードネンス・ブーアド、アクシス・ヒストリ・フォレム・ポスト・バイ、デビット・レーマン。ありがとうございます。